こんにちは昭和改装今回は1986年10月号の雑誌広告を眺めながら当時を思い出してみたいと思います今日はねもうあのローテーションでね何号何号って形で引っ張り出したらそのまんまということではい大きさまでぴったり一緒ですはいバウスカですね CZ75 なんか今週ねちょっと CZ ばっかりになっちゃってねと思ったんですけれどもこのバウスカバウスかでねまた別なんでこれをねご紹介した時にはね私これが一番大好きですっていうお話したと思うんですけれども何が可愛いいってこの ABS ですけどもこのッテッカテカのこのツヤねはいこういうのがね私いいんですよねはい作動も滑らかですしね まだちょっと今日ガス入ってるかどうかわかんないですけどパンね実際もうちょっとねガスたくさん入れて温めてやるとね非常にいいですさらにはねこのまだねスチールプレスでね外装カバーがついてる頃のねマガジンなんですよね KSC のですはいということで今日はねそのまんま、えー、バウス感全くぴったりのものが出てきてくれたなんていうのは嬉しくてしょうがないですねということで、えー、こいつと一緒にね 当時を懐かしんでみたいと思います、はい、と思ますはちょっとこれねテカテカるところの角度で置かせていただきましょうはい私の自己満足ですはいじゃあ早速広告見ていきましょうもうね例によって裏表紙はね、えー、国際のはい定位置になっていますこの時期になるとね、えー、今回はこういうねはい M700 失礼 ものですねピンナップはねの裏はねこうですねこの時期になりますとね毎月例えば時系列にご紹介したとしてもほとんどね被らないあほとんどってか被らないでねユニーク新しく出てきたね、えー、広告があります例えばこのシルバーのねグレート45なんて言われちゃいますねこんな感じですね この辺りはねちょっとかぶってるかなっていう感じですけれどもねはーい、えー、裏表紙の裏ピンナップの裏その次のページということでもう国際にねガンとね占有されておりますそしてこれも多分今回ねこのコーナーでは初登場でしょ出ましたオートマグエアコキです以前ねご紹介したと思いますけども私のやつはもう最近買ったやつなんでね この頃のやつはねどんな感じだったんでしょうねはいでね見るとねハンドガンとしてはだから3丁目ぐらいに出てるんですかはいルガー P38 出ていきなりオートマグっていうところにねはい丸井さん渋いセンスを感じますで、えー、本誌記事の方ですけれども、えー、最初っからはい、えー、CG75 これですねこれの記事がたっぷりはい ジャックささんがレポートされています、はい、それが終わるとねワシントン商会さんのねこういうね広告が出てきます。はい、それから、えー、ポーランド製の、ね、WZ63 というね、はい、あこれ見たことあるな長物っていうかサブマシンガンが出てきてますね。スコーピオンと一緒に写ったりしています。 はい、それからね JC さんのねグリースガンですねはい、はい、そしてこれですねちとこれ見たことあるなどっかのお店でなもうなんかこうエアガンの方勢いついてこうやりっていうんですか展開し放題になりつつあった時代ですよねこれ何モデルで出しちゃうのみたいな感じでね えー、自衛する市民たちははい、えー、これマグナムですねはい私ちょっとこれ知識ないんですけども M29 の短いやつだな3.5インチぐらいのやつこんなのあるんだ、はい、それからボルトアクションのライフルの実銃の紹介があってそれの構造のねライフルの分解構造 それタークさんですね、はい、奥様がね、ショ,ショートホットパンツでね、ガンガン打ってらっしゃいます、当時のね。はい、それから、ヒカルのスティールチャレンジ体験記ということで、えー、スチールチャレンジに日本人の方が参加されています。それからね、ライフル競技がライバルになってきたということで、ボウガンですね。なんかすっきりしたね、これちょっとなんかこうコンセプト広告とでも言うんでしょうか。はい、それからね えー、千代田製作所のこれですね、まあ、この10年見たことありますけど私は所有したことがないですねどうだったんでしょうそれから軍曹の話が出てこれは何でしょうテプロンリキッドって書いてあるから、はい、潤滑剤のはい宣伝でしょうかだんだんだんだからあのエアガンになってきたりするといろいろとそういう ね、メインテナンスの方も今までのモデルガンに加えてという形でねかなりね実用的なものがどん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 出てきてるのかなという感じですねで樹脂製ですからね樹脂に合わせてねはいそういうね潤滑剤なんかもどんどん開発されリリースされてた時期でしょうねマルシンさんのこれいいですねこれ知らなかったなこなハーフシルバーのやつ あんまり私ねすいませんけど 92F って好きなそんなにそれほど入れ込んでる銃ではないんでねどうしてもって感じですね MGC はまあこんな感じですねちょいおとなしめかなって感じがしますそれから映画の特殊効果ということでビッグショットねはい記事が記事っていうかあのが紹介するいろんな映画の銃が出てきます 村田さんがなんか写真の村田さんが打たれているショットが入ってますねはいそれからねこれも金丸商事あこれだ私この間コメントで教わりましたよねこのあのこれ丸い用の P08 用の金属パーツってこういうのなのかへえ全然知らなかった当時 こんな感じですねだから結局こういうサードパーティーのパーツが出てきて、まあ、ある程度回っているっていうことはそれだけ本体がねもう売れてるということですよね。それからサバイバルゲーム必勝作戦と、えー、エアガンモデルガンのニューモデルの紹介があった後に山本さんですね。これももうね MGC のボンベと一緒に写ってますから全部エアガンですね。 ちょっと残念ながらこの山本さんの今回の広告にはもはやモデルガンは見当たらないという感じでしょうか、えー、その裏はいジョークショップさんね、まあ、だんだん昔のねそれこそ70年代に比べるともうカラー当たり前になってしまいましたねそれからウエスター・アームズですねはいね AR7 まがまがしくね マッドドックっていうねタイトルってなんかこんな感じになってますねはいそれから同じような感じですね今日の裏表紙もまた来ますからねサムズさんおおっていうのが来ますよウーゼイピストルを出しているのははいポイントさんですねねこの後ですよね PPK のねガス風呂が出るのはねおびっくりしてもうすぐ買いましたよ あとウィンチェスターでしたっけランダルもあったんですけどもなんかショップに電話してねなんか結構もろいんですよみたいなことをねちょっとすいません私未確認ですけど持ってないんでね買い逃したのがお、えー、悔やまれますモデルガンダイジェストはね国際のコルトパイソンはい金メッキになる直前のやつですねめちゃめちゃあの細かくね紹介されていますトムキャットさんですね 船橋のコンバッットショップ船橋あたりだと交通の便もいいんでどうだったんだろうこの店私行ったことないですけどもねそれからファルコン遠いですね25連射っていうことでだんだんね、えー、私たちが馴染んできた銃以外のこんな銃あるんだみたいなのもねどん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 出てくる感じですね はいそれからさらに丸ンこの丸ンさんの広告はすげえな写真もかっこいいけれどもこの細かい説明しかしこれがうるさくないっていうねこんな感じですねでこんな説明が入ってるけどうるさく感じないだど,うどういうところにその ポイント置いて開発したんだみたいなのをよく分かってすごくなんか知的好奇心を満足させるような広告ですねで次のページからねマルゼンのね44マグナムの構造とかねはいカッタウェイなんかも出てますねそんなのが紹介されていますこちらはねターゲットさんっていうところですねターゲットさんって聞いたことあるなやっぱ千葉県ですね それからまた国債のねお得意の2つ目ですねね特化セールですって今安っ <laughs> これ驚くなわはいすごいですね、えー、ローマン3600円だすごいな金属モデルは品切れって書いてありますそれから我らが CMC はい こちらもサマーセール中ということですね、まあ、スマイソンがちょっとねはい新しいかなっていう感じですよね個人情報ないよな無限さんですねはいポンっていう感じですそれから八幡商事さんはスミサンドウェッソンのねハンドカフですね手錠ということで 待望の入荷っていう感じですねそれから名古屋のサバイバルゲームフェスティバルっていうのがあってその後に、えー、そこが知りたいしここが知りたいっていう質問コーナーですね広田昌司さんずっとね出てらっしゃいますよね広告ねはいこんな感じですねはいはい次ここはどこだわからない これは広告級扱いでいいんですよね。全然わからないとこだか。これ広告ですよね。三栄さんだ。三栄さん。書いてあります。三栄さんって小さくね書いてあるんです。ちょっとね。マーキングダン。買いましたね。ペイントダン。マルシンさんのやつ。冷蔵庫の中でそのままね。まだどっかにあるんじゃないかな。 捨ててはいないはずだけどって。えー、っと、これはね、迷和模型さんですね。迷和模型さん、ちょっと個人情報が映るんで、えー、ここからですかね。この辺から下っていう感じで。まあ、この辺にね、えー、写真がこう集まっていて、まあいい感じですね。情報量が相変わらずですよね。ウエスタンガンファイター列店、パッド・ギャレットの4回目になってますね。切手で買える、えー。まだ買えたんですね、この頃ね。 手でえるぞみたいなねはいでそろそろ終盤かなコンバットシューティングなんていうのが別のコーナーになったりしてますねメアモーケーさんもう一回ねここで登場されていますはいこんな感じでそれからこれかっこいいですね大阪ガンシップさんのねこのどこのパイソンのことだかあ国際のやつだ 金属モデルガンの新しい方のやつこうねイラストで描かれているとねなんかすごくんっていう感じに思っちゃいますね期待ができちゃうという感じおいよいよもうこれでで裏ね MGC のね659セミオートマティックエアピストルですね11000円はいかっこいいですねそして出ました裏表紙はね はい、持ってました。テティーマティマックね。まだねあの青山通りの方のお店で私はこれを購入したんですけれどもまああのね天井天井っていうかね上の方にぶら下げてあったねはい、フライパンにババババババって下された時にはびっくりしましたねもう「ください!」になっちゃう <laughs> その時私もうあの就職する頃ですよ「<laughs> ください!と」とか ちゃったような気がしますよ、ね、そのぐらいねあのいい調子でしたね。はいということでね今回の「昭和改装」表紙は思いっきりこのね「シ、えーズ7号のバウスカ、はいこれに飾られた、えー、雑誌1986年10月号のね広告を眺めながら当時を改装してみました。ではまた